開ですね。美しい青空が広がる東京レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。現在1番人気はサイレンス鈴鹿、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、東海帝王、注目のグランプリ馬娘ダイワスカーレット、2枠3番での出走。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあ、ゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはサイレンス鈴鹿、11番ダイワスカーレット。先頭集団を見ていきましょう。長丁場のこのレースですが、ダイワスカーレット早くも先頭に躍り出た。早くも激しい競り合い。第1コーナー回って第2コーナー、1番人気サイレンス鈴鹿早くも先頭。続きました17番、激しい先頭争い。ダイワスカーレット内から行く。4番手に11番、差がなく1番、この辺りまでで先頭集団を形成しています。ダイワスカーレット快調に飛ばしていきます。先頭がやや速いのか、縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。依然先頭はダイワスカーレット。続いて17番、サイレンス鈴鹿並んできた。11番、4番手、5番手、1番、丹波新作桜爆心号、少し後ろから東海帝王、向こう上面に入って、先頭からしんがりまでおよそ15馬身。依然としてダイワスカーレット、少し後ろからサイレンス鈴鹿、外から11番、少し後ろから1番、外目をついて桜爆心号、17番、続いている。1馬身離れて東海帝王、その外並んで私が1番、そして13番、1馬身離れて15番、そしてその外から行ったのはマンハッタンカフェ、1馬身離れて待ちかね福来た、そしてその後ろから行くのはオグリーキャップ、その後ろ2番、残り 1000m を通過。内から内から14番、1馬身離れて7番、後方2番手に4番、12番、最後方からのレースになりました。意気揚々と先頭を行きます桜爆心号。どうでしょうこの展開、ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ、いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。さあ、最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。抜け出したのは桜爆心号、だが後続も追いすがる。400を切りました。先頭は変わらず桜爆心号。2番手争いはダイワスカーレット、サイレンス鈴鹿、残り200。ダイワスカーレット並びかけてきた。ダイワスカーレット、抜け出した。ダイワスカーレット、突き放す。まだ勝負は続いている。ダイワスカーレット、今1着でゴールイン。ダイワスカーレット、 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着は桜爆心号、3着に入ったのはサイレンス鈴鹿。